え？嘘。また電話しますよ。え、どういうこと、どういうこと、出たの？なんで？え、どっち？あおちゃん。本日井上さんお願いします。よし、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。かしこまりました。かしこまりました。朝礼から参加されたじゃないですか、はい、ミサスさんが。どうして黒服たちの朝礼に？現場のことを、まあ、男性スタッフだけで共有しているとわからないこともいっぱいあるじゃないですか。黒服さんも皆さん、その銀座が浅い方たちは私も教えているので、全て把握しないと動けないので。小田さんお願いいたします。はい、どうぞ。こちらエリカさんのお客様なんですが、銀座のこの街だったら俺はこう顔が広いっていうプライドを持たれてる方らしくて、駅の7階に来た時にちょっと誰も顔見知りがいないっていうことでプライドを傷ついたのが1点と、席着いた時にやっぱりこう楽しくないっていうことですぐ入っちゃったらしいんですよね。昨日の調整だったじゃないですか。で、こう調整だったんで。出勤調整って何ですか？出勤調整っていうのはですね、ずっとリクエストが入らなかったりだとか、あとお店が暇な時だとか、お休みいただくっていうものです。例えば同伴する女性はちゃんと予定を取ってきてるので、もちろん出勤できるんですけど。調整だったんでエリカさんも営業かけてたらしくて、でご飯を一緒にしたんですよ、ま、で、その後どっか飲みに行こうって話になったらしいんですけど。え、もともと来てた方？いや、全然わかんない。あの、来たことなくても話してて、その調整を受けているっていうのを相談したらしいんですよ。それだから行こうになったんじゃない？他の店では飲んでたけども、こちらにいらっしゃったことがなくて、調整だって言ったらじゃあ行こうよってなったってことね。でもそれだったらその時点でエリカが連絡を入れるべきだし、うん、それは自分が担当なんだからちゃんとそこの流れを教えてくれる。エリカさんは行くって言われてないですよ、お客さんに。僕は入り口で、うん、今日出勤調整されたんで、ね、お客さん連れてきましたって言われたんですよ、うん、いや話違うじゃん。全然話違う、ね、全然話違う。なんかそれパパパそばでお客さん捕まえてきてるわけじゃないよね。エリカ今日出勤？今日出勤です。あ、じゃあ早く来るによってちょっと話聞く。多分小田が違う風に聞いてるのかな。青ちゃんが言ってる方が正しいんだよ、まあ、聞いてみないことも分かんないけど。あれ、マジでタバコ吸わないんだっけ？どうぞ。もしもし、来た？どんな方ですか？初めのうちにはあのクロークで最初いたんですね、うん。で、本人の希望でホステスさんになってっていう感じだったので、最初は何もわからないことばっかりじゃないですか。ホステス向きなんですか？ホステス向きか向きじゃないか、でも頑張ろうとするのはホステス向きだと思います。チェキ開くかな。すいません、開かないですよね。一席だけも空いたんですけど。あ、3人なんだ。あ、そうですよね。
見せて話す？とりあえず。じゃあ一回出ようか。じゃあ。物価上昇に見合う賃上げを獲得で。ねえ、なんか今お店いっぱいだったから。いえ。昨日の査券でさ、ちょっと聞きたいことがあってさ。あ、じゃあお店行ったら、まあ、とりあえず教えて、それを。うん、ごめんね。あそこが唯一タバコ吸えるコーヒー屋さんだぞ。次も続いてから話そうか。で、昨日の話の流れを教えてほしいんだけど、昨日出勤調整とかって、私がその前働いてたのところで出会ったお客様にコンタクトだったら、ちょうど今タイミングよくその仕事が終わったので、まあ、会うことになりまして、あるんですけど、出勤調整かけてんだろうみたいな。で、名前も何と社長に話してやるみたいに言われて、だからまあ電話取りはさせたくないと思ったので、させない。でもそれで、来る来ないの流れになったんなら、変なのし、ちょっとお手洗い失礼しますって言って、お手洗いからお電話するなり内して事情をうちのスタッフに先に話しておけばよかったと私は思うんだけどね。いきなり来てもみんなびっくりするし、いやもう違うクラブに行きましょうって案内したんですけど、結局何年前止まってでみたいな、そういう風な場合もあるから、もしかしたらその行ってしまうかもしれませんって連絡入れとけば多分もっとスムーズだったと思うのよ。私たちが共有で聞いた話は全くそういう今の話じゃなかったよね。銀座のこの街だったら俺はこう顔が広いっていうプライドを持たれてる方らしくて、駅の7階に来た時にちょっと誰も顔見知りがいないっていうことでプライドが傷ついたのが1点と、席ついた時にやっぱりこう楽しくないっていうことですぐ入っちゃったらしいんですよね、っていう共有の仕方だったら私たちからすると。でもそれだとちょっとおかしくないって話になって、そんな話もしてないの？じゃあ小田くんにしました、昨日電話で。だから小田にそういうふうに話したでしょ。だから小田くんからはそういうふうに共有されてるってことで、私たちは言ってる意味わかる？今私が言ってたこと聞いてた？はい、よく銀座で縦に飲まれてる方だったので、自分のことを知らないから不快だった、ついてすぐにつまんないから帰られたっていう共有の仕方だったの、はい、でも今のお話だと全然違うじゃない。小田いるの？上に小田呼んできた。心地よく来ようとしてたわけじゃないんだったら、まずそれを共有しとかないと。でもお名前分かってるのは先に連絡入れてたら、知らなくても入り口で言えたじゃない。そう、そしたら悪い気分はしないわけじゃない。じゃあまあ言えば演技をするとかっていうか、そうじゃなく、そういうのって必要だと思うのよ。例えばじゃあね、ブランドショップ行きました、向こうのこと知らなくてもリストに共有されてたら、行ったら、あ、沢村様って来たら気分が違うでしょ。それ演技とかじゃないから、その認識を間違えないで、いつも言ってるけど、何でも相談して報告すること、それがほうれん草。昼間の世界でもそうでしょ。お休みの日にその自分の知り合いのお客様に会うんだったら会うで相談ね。で、あともう一つ間違えてるのが、その日の同伴をその日に取ろうとするのが間違えてる。前もって仕事終わってするのよ。焦らなくていいの、お客様呼ぼうとか売り上げ立てようなんて。人を追ってたらそのうち必ずお客様はつくけど、お金を追ったらいなくなってしまうよ。分かった。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。美里です。よろしくお願いします。色がその時は変えなくていいから、あの水とあれ用意してあげて、はい、はい、ただ今日なんかすごくいいじゃないドレス。そうなんですよ。高校で初めてのバイトが、あの売り子、これも球場の売り子、あのビールの、おお、あれでちょっとあれやってたんですよ。え、ちょっと待って、なんかあんたお口ごまごましない、はいはいはい、まだすごい、そういうことでもない、はい、一回出して、そうトローチだと思います。ビールはビール、お疲れしていただけたらね。それにお客さんいるすぎて、あの下の子たちにテーブルマナーを教えてるんだな。あのそれはね、あの賛否両論あるんですよ。今の若い子ってその場で言ってあげないと、次の日にあの時さって言ったら、え、どの時ですかって覚えてないのよ。だけど、あの例えば今日のお席とかだったら、もともと私のお客様でもあった方の子供だから大丈夫だからやってるだけで。え、嘘、また電話しますと思って。え、どういうこと、どういうこと、出たのなんで。え、どっち、あおちゃん、お客さんが帰っちゃった。今いらっしゃったって言うからごちそうさましたんだけど、なんか戻ってくれていなくなっちゃったらしいが、意味が分かんないな、ね、聞いてみないと。え、あおちゃんどういうこと。案内しました、うん、荷物預かりました、うん、来たら急に、うん、連れに呼ばれたからちょっと行ってくる、後で連絡するって。あ、なるほどね。え、右左どっち行った。右行ったんだけど分かんない。乗っ取れました。うん、だからまあまた後で連絡が来るのかどうなのか。エレベーター着いてすぐ女の子が全然着かなかった。いやいや、もう着いてすぐっていうより、うん、座ってすぐです。どこに行くとかも行ってなかった。右も左も分かんない。3秒で立ちましたよ。あ、なんか今3秒と書いたって言うから、さんお客様は女の子なんか作るの長かったなって言ったら違うって言うかな。まあまあ、これはなんかあのお店が混んでて、お客様がいらっしゃって座った瞬間に、なんか今日違うなっていう感じで出られたそうです、後で聞いたら。え、どういうことですか。雰囲気がガヤガヤしてるのが嫌な方もいるわけですよ、中には。静かにゆっくり飲みたいとかいう方は、なので座った瞬間にその方は、あ、今日は違うなと思って出たそうです。初めはなんか失礼があったのかと思ってびっくりしたんですけど、そうじゃなく、あ、今日じゃないと思ったらしく。なるほど。あ、じゃあ別に問題ではない。問題ではなかったみたいです。私も初め問題かと思ってふわっと思ったんですけど。ああ、それは良かったですね。大丈夫です。私も一杯いただいてもよろしいですか。すごくよ。勝手に来ちゃった。勝手にお呼ばれした。すいません、ご一緒いただきます。え、なんてお呼びしたらよろしいでしょう。お兄ちゃん。兄ちゃん。またごっつい妹できて、すいません。いないよ、お客さん。お客さんが来るって言ってたんですけど、なんと連絡つかないんで大丈夫。ありがとうございました。ありがとうございます。もう連絡先、レイプしたから連絡するからね。
さきさんいらしてすぐ出たんですって。え、着く前に出たって。そうです、すぐ降りてきたらもう帰られちゃってて。柿山ですよね。そうなんですよ。まあまあだから多分まあこういうことかなって。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もしもお疲れ様。ブープライン掛けちゃいました。腰使いました。精神的に。毎週いろいろありますけど。今週も濃かったね。じゃあちょっとアップされてきます。ありがとうございます。今日はありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。ミサさんって、七重ママからしたらどういう存在ですか？なくてはならない存在ですよね。本当にマネージャーになる前からスタッフの話とかすごい聞いてくれてたんですけど、マネージャーになったからはさらにあのお店側のことも本当にちゃんと分かって、会議とかも出てるんで、一番分かった上でちゃんとお店が良くなるようにまとまるように話をしてくれる人なので、今はもうなくてはならない存在ですよね。